答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは自己制御力が良心であったり共感力を育てるっていう話をします。人間が本当の共感っていうのを得るまではですね、実は5歳まで、この5歳までにしっかり共感力を育てた方がいいと。で、共感っていうものはですね、もともとどういうものかっていうと、いろんな感情がある中で他の選択肢をまず考えられる。今何々さんは怒ってるのかな、悲しいのかな、どうなんだろうなっていう選択肢が考えられること、あとは仮説が立てられること、涙を流してるから悲しいんだろうなとか、何か怒った風にしているから怒ってるんだろうなとか、物を叩いてるんだから彼は悔しがってるんだろうなとか、そういう仮説が立てられる能力っていうのが大事です。で、この他の選択肢を考えるとか仮説が自分の中で思い浮かべるというのは、実はこれは自己制御力の一部っていうふうに言われてるんですね。で、今日はですね、ここで終わりたくないんですよ。自己制御力ってじゃあどう育てられるかっていうと、自己制御力っていうのはですね、実は運動する時の自分の体をコントロールする部分と、この感情の自己制御力って同じ部分なんですね。前頭前野っていうところが結構大事だったりするんです。つまり私がですね、今能力開発で運動遊びをですね、取り入れてるっていうのは、実は感情のコントロールにもとても有効なんですね。だからこそ、まあ運動面であったり、チーク面であったりとかして、その人の能力を出すのが大事で、自己制御力が、運動遊びがとても大事です。ぜひこの柳沢運動プログラムを検索してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。